ムカついたことありました？ムカついたこ俺と。も、俺はもう何個もありましたけどね。あ、ありそうなんだ。何十個もあ りま面したけ白どかった言葉あってんの。俺なんかね、アイスコーヒー頼んだんだけど、コンビニ行って。ね。で、なんかアイスコーヒーのサイズはレギュラーと、その、でかいやつ。なんだっああ、け？ラージ？ラスラト、ージ。あ、今忘れた。すっかり忘れて。ラージって言葉で、でかいやつって言って、アイスコーヒーで、でかいやつお願いしますいいやん。って言ったら、もうなんか、お姉ちゃんだったんだけど、でっかい声で、その、もう一人の人に、アイスコーヒーのでかいやつって大きい声で言って。ああ、お前。ラージって言えよ。お前は言いいいや。換えろよっお前は言い換えろ。店員なんだ。会計でアイスコーヒーのラージですねって言って、あ、言えんじゃねえか、お前。アイスコーヒーのでっかいや、伝わったらいいやんか、別まあ、伝わったらいいですけど、ちょっと面白かった。に。まあでもね、店員は言っちゃいけないよね、でかいやつとかね。それありますね。バックでは言っていいけどね。でかいやつ。